ただ中村の個人技からビッグチャンスを作りました八戸です。前田からどうだ、折り返したボール決めてきた、三田が決めた。アシストは18番谷尾光也。落ち着いていたストライカー、自分で決めるのではなく確率の高い三田へのパスを選択しました。ここでゴールキーパーとの1対1、自分のシュートがゴールキーパーに当たってしまうかもしれない、そこで右に